はいどうも、かどやんでございます。今回ですね、まあ前回の続きみたいな形にはなるんですけども、買ってきた漫画の内容についての動画ということでね、まあ100点満点の評価というね、まあ評価という名目ではあるんですが、基本感想みたいな感じでね、まあ新刊あるいは、まあ新規に買ってきた、まあ新たに買ってきた漫画全体を通して、読んだ上での僕がね、どういう風な、感覚なのかっていうかね、面白いか面白くないかって言ったら、まあはっきり分けるとしたらそんな感じにもなるんですけども、まあちょっとね、ネタバレはあくまで控えめっていうのが流れで、まあ今回はね、作品いろんな作品をね評価していこうかなというふうに思います。まず一作品目がですね、こちらでございます。猫のお寺のチオンさんの8巻でございます。こちら点数の方がですね、まあでも72点ですかね。まあ今回も別に内容はめちゃくちゃね特徴的な何かがあったってわけでもないし、まあ基本はですね、やっぱ田舎っていうところのね、そういった中での、まあ、団らんというか、まあ、和やかな雰囲気を楽しませる漫画というかね、そういったところを猫と一緒に、生活している風景を、まあ、そういったところで癒されるっていう作品ではあるんですけど、まあ、この中でちょっと特徴的なところで言ったら、まあ、今回に関してはですね、まあ、その最初期の頃からずっと繋がってた主人公と、この名前になってチオンさんとの、恋愛っていうところがね、まあ、もしかしたら変化するんじゃないかっていうのが、まあ、これはちょっとね、まあ一つ、まあこの作品においても重要な点かなっては思ってたんですけども、別になんか描写がどうこうでわけでもないし、ずっとね、もしかして暮らしていったら、まあ自然とくっつくんじゃないかなっていうのも、まあそういう流れになってもね、別に僕は何とも思わないかなと思うんですよね。まあ少年誌は少年誌でやっぱりね、はっきりとした胸キュンっていうのを、まあ読者に楽しませるってやっててもいいし、やっぱこういう漫画やったらね、まあラブコメがメインってわけではないですけど、まあいざ恋愛になったらそういう風にね、まあ雰囲気はこういう作品もそのものの状態を維持しながら、んでもね、恋愛は恋愛で新たに進展させるっていうのも、まあ今後の展開としてはね、そういったところもまあ見れても僕は何とも思わないというか、別にね、作品にブレてないからそういう風になっても悪くないかなっていうのは思ってますかね。続きましては、こちらでございます。転生したらスライムだった件9巻でございます。こちら点数の方がですね、まあ62点ですかね。まあやっぱりね、センスラーの初期の段階ってね、まあやっぱり無双状態というか、そういう圧倒的な強さに惚れ惚れするというのが僕が本当面白かったっていうところの初期の段階では、やっぱインパクトに残るようなところが、やっぱね印象に残るっていうところではあったんですけども、今回もね、まあミリムと同等クラスというかね、そういったところの魔王の国と、まあ、外交というか、まあそういったところの交友関係を深めるための、まあ内政っていうところがメインな回だったっていうのもあって、まあやっぱりね、そういう内政とかってね、まあ元から転生ってそういったところ結構多くて、やっぱり国づくりからどんどんね、そういったところをバトルに逃げるってわけでもないけど、やっぱこういういろんなね、種族の奴らが集まってきて、やっぱ魔界は魔界でというかね、魔物は魔物の中で、まあ国を作ろうっていうところが、まあそうなってからはやっぱりね、基本作品としてはなんかちょっと大人しくなったなっていう感覚もね、強くね、抱かれるところではあったんですけど、全くね、主人公の強さが全然見られるわけでもないし、でもやっぱりそれが見慣れすぎてしまうと、やっぱりね、まだまだ主人公がどんだけ強くなるのかっていう楽しみが薄れるとね、もしかしたらちょっと初期設定がブレてしまうかなっていう、僕が懸念されるところもね、そういうふうに思わされるところあるから、まあそれも見せながらの、やっぱりね、主人公がそもそもの目的っていうところもいろいろね、見せながら、まあ行動力っていうのも関わってくるんですけども、まあちょっと今後の展開はね、まあなんかあんまり地味すぎないようにね、まあどういうふうに主人公のスペックを見せつけていくのかっていうところにちょっとね、注目したいかなというふうには思いますかね。続きましてはこちらでございます。織部姉妹のいろいろという作品でございます。まあコミック化されたばっかりの作品でございますが、こちらの点数の方はですね、まあ88点ですかね。これは結構僕はね、面白かったなと思いましたね。4人姉妹っていうのが、メインになっておりまして、まあこの4人の中の次女がね、まあ一応主人公っていう風な形にはなってるんですけども、この主人公の、次女以外のね、兄弟、まあ姉妹3人がね、まあ生活力がね、といったところがちょっとね、欠落してるとか、生活能力に乏しい部分があって、やっぱ次女一人で、まあ家のことを見ながら、まあその中で、自分と付き合ってる彼氏がね、なんと
転勤することによって転勤すると一緒に、来てくれないかっていう誘いとかが来るっていうのがね、まあ自分ももちろんその彼氏と一緒に住みたいけど、いやなんか自分がねこういう姉妹たちを置いてっていいのかっていうね、葛藤に駆られるっていうストーリーなどがありましてですね、姉妹同士でもね、まだその二つの関係性とかでもまあいろいろストーリーとかも見られる部分も多いんで、まあ誰かが一人だけ中心になっているってわけじゃないっていうところもね、やっぱストーリーの多彩性を僕は結構感じる部分も多かったかなと思うんでね、まあ基本は4人姉妹っていうところがメインにはなってはいますけども、なんか団らんっていうところがそういったところだけじゃなくてですね、さっき言ったような初期設定とかそういったストーリーも起きながら、まだまだね、こういう自分たちがダメな部分はもっとね、変えていかなきゃいけないっていう風な今後のストーリー展開的にも、やっぱ人間の変わり様っていうところはちょっとね、まあ元々のものがあったからこその変化っていうのも楽しめる部分は多いかなという風には、思いましたかね。続きましてはこちらでございます。サチーロのワンルーム5巻でございます。こちら点数の方がですね、まあでも75点ですかね。まあ本当この作品自体もね、まあ僕はね初期の段階でのまあ誘拐ってくだりはまあまあまあでもね悪くなかったかなと思ったんですけども、あの恋愛をねずっと続けるとちょっとしんどいかなって思ってたっていうか、まあどっかで飽きるかなっていうような感覚にもなったんですけども、4巻ぐらいからですね、誘拐っていうところをほったらかしにしなかったっていうのは、まあいやまあやっぱり警察とか、そういった関係の人間が動いてたのはまあちょっと安心したかなっていうぐらいのね、まあやっぱそういう風にね、まあその続きっていうのが5巻にはなっていくんですけども、やっぱこの2人の恋愛、まあ恋愛といえば恋愛なんですけども、この関係を崩す存在もまあどっかで必要かなと思うんですよね。それのがあるから展開的にも僕は面白くなるかなと思いましたし、まあより愛情っていうのも深くなるんかなっていうのも、そこら辺もねやっぱりねいろいろ変わってるところは多いかなと思うんですよね。破滅というか、まあそっちに行っちゃやばいんじゃないのっていうちょっと恐怖をそそられる部分とかもあったんで、やっぱ結構やっぱりねその4巻ぐらいから僕は展開はすごく面白くなってるかなと思うんで、そこら辺はね、まあ6巻ぐらいも楽しみたいかなというふうには思いますし、まあでもどうなんですかね、まあ短編で終わってもおかしくないかなっていうかね、すぐ終わってもそういう風な感じで、まあ、長引きそうなっていう風なストーリーはないんですけども、そこら辺もですね、まあ終わらせ方とかももしかしたらね、まあいろいろちょっとね、注目せんとあかんところかなというふうには思いましたかね。続きましては、こちらでございます。青のオーケストラ4巻でございます。こちら点数の方がですね、まあ、58点ですかね。まあ僕はやっぱりね、この作品もね、ほんと、1巻がほんと一番面白かったんですよ。2、3とね、まあやっぱりちょっとね、ドロップアウトとは言わないですけど、やっぱりやめてから、また再スタートっていう風な流れは、わかりやすかったですけど、まあわかりやすい以上、予想以上のものっていうのを見せられたから、ああ、なんか面白いなと思えたんですけど、やっぱりね、部活っていうところは、もちろんね、まあほんとオーケストラっていうか、オケ部は、やっぱりね、まあ、全体をね、やっぱチームワークっていうのも、まあ、まあ、ちょっとフラッとした考えではあるんですけども、まあ、それもね、なんとなく重要なんかなっていうのも、素人目線では感じないところはないんですよね。全然、そういったところは分かりやすい部分かなというふうに思いましたし、まあ、やっぱそこの想像はちょっとね、僕自身は超えていかないかなって感じですかね。この漫画自体もね、画力は本当ハイレベルかなとは思うんですけども、なんか僕自身はね、やっぱり初期のような、やっぱ展開っていうところと、そしてこの方のね、作者の持つ画力っていうところが混ざった時の相乗効果っていうのが、いやー、もっとね、やっぱ想像を超えるような何かが見たいかなと思うんですね。どういうようなものをね、見せろって言ってもちょっと要求はできないんですけど、まあ、ちょっと考えてもちょっと僕自身はね、浮かばない部分はあるんですが、まあもちろんね、画力は画力で置いといたとして、やっぱ今後ね、もっと面白くなるにはやっぱりね、展開力、ストーリーが重要になるかなというふうには思いましたかね。続きましては、こちらでございます。ダーリン・ザ・グランキスの、3巻ですね。3巻でございます。じゃあ点数はですね、まあ67点ですかね。まあ今回はですね、まあ主人公のヒロがですね、まあ02
2と同じようにもちろんねフランクスに乗るっていう展開にはなるんですけども、まあやっぱご存知の方もねおられると思いますが、02と3回以上乗ってしまうとその同じ乗った人は、まあ死んでしまうっていうのが、で今回2回目に乗った後、3回目乗せられるっていう風な、展開になってまして、まあこの設定自体は僕は、ね、結構面白いかなと思ってましたし、まあ、まあそういう風なねちょっとね絶対絶命な状況を作っといて、この2人をどうしても乗せないといけないっていうのがね、まあお膳立ても結構しっかりしてたなと思いましたし、やっぱりね、こういうバトルとかになるとまあちょっとねやっぱりね本当個人差が出てしまうというか、言っても本当にね個人主人公寄りになりすぎてしまうっていうのもあるんですよ。僕自身はね本当ちょっともったいないなって思えたところもあったし、まあまあ当たり前ですよ、主人公が一番目立つっていうのは。でもやっぱりね、そういう風に主人公が出る前のまあその前のね、まあ危ない状況っていうところはまあ悪くないかなと思えたんですけど、まあどっかでやっぱりね、少ない活躍っていうのもこういうねキャラデザが生かされてるキャラクターっていうところをもっと見せる部分もねまあちょっとね、欲しいかなっていう感覚にもなったんですかね。僕自身は本当にね、そういう風な感じの作品で結構好きなところも多いんで好みっていうのもあるんですけども、まあちょっとね4巻は多分そういう風にならんかなと思うんで、ちょっとね、まあ今後のシリーズとかにもそういったところは期待したいかなという風には思いましたかね。続きましてはこちらでございます、ホームルーム2巻でございます。こちら点数の方がですね、まあ76点ですかね。でもまあ普通にまあ面白かったと思いましたし、まあ、まあ1巻の勢いを結構持続した感じで2巻にも突入してるんで、まあ僕自身はねシンプルにやっぱり読むスピードというか読み応えっていうのを一旦ストップさせずに、まあ勢いでずっとねパラパラパラ読みるようにって作り上げてるって感覚が結構ね感じたところはあったんですよね。まあ、内容的にはほとんど前回とあんまり変わり映えするところは本当に多くはなかったし、まあなんかがねめちゃくちゃ大きく変わったっていうところは、まあちょっとネタバレになるんであんまり言えないところでもあるんですけども、まあ主人公がね、自分のやりたいことに奔走するために、まあ言ってもストーキングではあるんですけど、そのストーキングをまあちょっとねいろんな邪魔が入ってどうもうなんで思い通りにいかんへんねんってストレスと戦いながらそれを隠しながらでもねうまくいなして、そして自分のやりたいことに持っていくっていうのが、まあプランニングのさっていうかね、そんな面白さっていうのはね元々思ってた部分でもありましたし、でもそのプランニングだけじゃなくて主人公の思いもよらないような展開っていうところも入れてくるところがやっぱそこはうまいかなと思うんでね、そういうちょっとね発想っていうところはまあ今後ねいろいろ見せていかないと難しくなるというか、まあ1巻2巻ぐらいでね、ちょっと読者僕もちょっとねあこんなことあったんやみたいなところもちょっと驚かされる部分も多かったんで、そればっかり期待するともしかしたら 3,4 巻でちょっと面白くなくなったかなって思っちゃうところもあるかもしれないんですが、そこは難しいんですけどもね、ちょっとそういったところでも期待しながら、まあ3巻を持ちたいかなというふうには思いましたかね。続きましてはこちらでございます、ミステリという中で3巻でございます。こちら点数の方はですね、まあ56点ですかね。まあ僕この作品はね先月ね2巻まで買って、まあ本当面白かったんですよね。本当設定をめちゃくちゃ好みやなっていうか、やっぱこの設定だけでもね全然好きになれるなと思ったんですけども、前回の続きというところでね遺産相続に巻き込まれてそれをどう解決するのかっていうのがね、そういう風な流れになってたんですが、この事件っていうのがねこの主人公の設定というかこの作品の設定にねちょっと僕はね合ってない気がしましたね。まあやっぱりねもうもともとね1回目2回目で確かに事件だったから今回も事件になりそうなところでもあったんで、まあ関連性としてはまあおかしくないかなっていうか、別にね、そういったところの設定も別にそういったところの範囲内かなとは思ったんですけども、やっぱりねその主人公は本当にねなんでこの病況でこういうこと言うのみたいな空気の読み皆さん加減がやっぱ面白いかなと思うんで、普通に推理してしまうとねやっぱりねちょっと良さがまあ軽減されてしまうかなっていうのがね、まあこういう事件とかもまあ描いておかないとっていうかね、毎度毎度ね、そういうふうなただただ命に関わるようなことばっかりやと、まあできすぎちゃうかって思われるところもあると思うんですけども、まあちょっとこの設定自体がねいろんな事件によって面白さの差が結構あるかもしれないっていうのがね今回ちょっと僕自身は感じた部分もあったんでね、まあやっぱり主人公がもちろんその探偵って
ていう風なわけでもないっていうし、普通の大学生だけど、ちょっと知識が、人よりも豊富だっていうのが、まあ、その特徴をね、面白いような形で見せるっていうのがこの作品のいいところかなと思うんで、そこら辺がちょっと3巻ではね、まあやっぱ遺産相続っていう謎を追求するっていうストーリーなんでね、それには合わんかなっていうのが僕のね、正直な感想かなというふうに思いましたかね。続きましてはこちらでございます。君になれ1巻でございます。こちら点数の方がですね、まあ32点ですかね。いや、これはちょっとね、僕はかなりの期待外れやったから、ちょっとはっきり言いたい部分もありましてですね。まあまあ単純にね、ほんとモノローグがめちゃくちゃ多いですよ。もうこれ、少し見た段階では、あ、音楽漫画かなと思うところもあって、もちろんそういったシーンもあるんですけど、まあ大体その、弾き語りというか、まあ音楽スタートする流れでね、やっぱりずっとね、主人公の心境とかがめちゃくちゃ描かれてくるのが多いんですよ。ほんとさっきの音楽漫画、青のオーケストラとかと真逆でね、まあそういったところを雰囲気で楽しませるって感覚が全然なくて、音楽スタートしてる段階でもまだ悩んでるのかっていうか、そういったところも無意識にやってるもんなんじゃないのっていう、まあもちろん考えながらなんかね、まあ音楽してる人もいるかもしれないですけど、ミュージシャンでもね。まあそこら辺もね、まあちょっとね、僕自身は、なんかちょっと無駄なんじゃないかっていうか、そういったところのね、音楽してないところでも別にね、考える部分って全然ね、そういったところの場を与えればいいかなと思うんですけど、なんかそこが僕はね、もったいないというか、パッと見る音楽漫画かなっていうかね、そういうジャンルやと思ってたのが、ちょっと僕は肩透かしくなったなって感覚がすごく多かったと思うんですよね。印象的な部分はモノローグの多さと、自分で考えすぎたが挙句、本当自分が情けなくなって泣くっていうの、まあ本当泣き顔っていうところがめちゃくちゃね、印象に多かったかなと思ったり、ストーリーよりもそっちの方が僕はね、本当に、まあ、印象に残るところが多かったなと思うんで、そこら辺がね、ものすごく残念な部分かなと思えたんですよね。まあ、ジャンル的にも音楽とも言えるような感じでもなかったなと思ったし、いやー、どうなんですかね、このオレンジって作品の、まあ、その作者らしいんですけど、僕はオレンジ全然知らないんでね、そういうような作品なんかなっていうか、まあ、逆に気になった部分もあったんですが、いや、ちょっとね、このペースでいくとね、僕は正直ね、2巻もね、かなりね、しんどい作品になるかなっていうふうにね、ちょっと正直に思った分ではありましたかね。続きましては、こちらでございます。マロニエ王国の7人の騎士の、2巻でございます。こちら点数の方がですね、まあ86点ですかね。いやー、面白かったですね。まあ今回の続きといたしましてはですね、まあ前回の続きとしてね、7人兄弟がそれぞれの国に、まあ防衛庁とか騎士隊長として赴いて、まあその後どうなるのかってストーリーが今回だったんですけど、まあ今回はね、主人公というか、長男の、ね、眠くないというね、まあこの名前ね、ちょっとね、いろいろそういったところでね、まあほんとネーミングセンスも面白いんですが、まあこの長男のメインほぼほぼ、そのオンリーでしたね。でもまあそれにしてもね、やっぱ普通にね、一人だけがメインになってても僕は普通に面白かったなと思いましたし、スペックというところの見せ方もすごくね、特殊やなって思えたんですよね。やっぱこういう見せ方というところもありつつ、やっぱり日常っていうか平穏な暮らしとこういう能力を使うっていうところのあんまりね、画力の差ってね、そんなにかき分けないんですよね。わざとかなと思ったんですけど、それもそれで、もちろんそのままの作品の雰囲気というか、まあこれもやっぱ、まあ、青年誌とか少女漫画とかっていうところもまあ関わってくるんかなとは思ったんですけども、なんかそれもそれでやっぱりね、表現っていうところじゃなくて、やっぱりスペックっていうところがすごく重要になってくるっていうところの、多分そこに重きを置いたからこそ、あえて表現力をまあ控えめにしたんかなっていうのは、その意図だとしたら、まあ納得できるような風に書かれてたと思うんですよね。それはそれで僕自身はね、面白い部分かなというふうに思いましたけどね。まあ7人兄弟っていうところもあるんで、もちろんね、主人公だけじゃないとか、長男だけじゃないっていうところのストーリーもまだいろんな形で見られるのかっていう楽しみが、今回ね、その湘南メインだったとしてもね、こんだけね、面白く描かれたのは、今後の楽しみとしてもね、十二分にね、発揮される部分かなというふうには思いましたかね。続きましては、こちらでございます。水曜日のシネマ一巻でございます。こちら点数の方がですね、まあ、56点ですかね。まあ、微妙っていうところもね、正直言いたいところでもありましたし、まあ、この設定とかは全然面白いかなと思えたんですよね。まあ、おじさんっていうとか、店長がね、まあ、そういったまあ、映画マニアっていうのもあって、その主人公の女の子が、レンタルビデオ店の店長に、まあ、面白い映画を教えてもらうことによって、その主人公、
まあ、その主人公がね、その店長に惹かれてくっていうのは、まあ、恋は雨上がりのようにみたいな年の差カップルっていうか、そういった恋愛っていうのをね、描く作品でもありましてですね、まあ、この設定自体は僕も全然面白いかなと思いましたし、うん、まあ、なんかその恋愛にね、発展しても、まあ、別に違和感はないかなと思えたんですけども、恋愛漫画ってね、どういったところで迷宮させるのかっつったら、やっぱ一つのね、やっぱ主人公の、まあ、ちょっとね、顔が赤くなってしまう瞬間とか、まあ、どういう時にそういう瞬間を訪れるのかっていうところが、まあ一番恋愛ってそういったところが重要なのかなと思うんですけどもね、まあそこがやっぱちょっと僕はね、まあ足りないというか、ちょっとね弱いかなっていうのはね、すごく残念なところかなと思ったんですよね。まあ本当設定は面白いんで、まあそこら辺からね、まあまだまだこの作品自体も、まだこの進展とかもねなくもないかなと思いましたし、映画の良さを伝えるだけだったらなんとなくね、まあまだまだ本当その設定的にもまあ悪くないかなっていうか、もっと僕の中で点数高くなるんですけど、やっぱ恋愛に発展するんでね、まだ恋愛に発展するぐらいの影響されるんかなっていう疑問はちょっと僕自身は抱いたんで、それはちょっとねまだまだ僕自身はね、まあ恋愛とやっぱり映画の良さっていうのを両立させるにはまあ難しいかなっていう風な感覚が結構ね僕の中では感じた部分が多かったですかね。続きましてはこちらでございます。2月の勝者3巻でございます。こちら点数の方はですね、まあ83点ですかね。いやーやっぱり面白いですね。まあそんぐらいの面白さは絶対あるかなと思いましたし、まあ今回は別に珍しいようなイベントとかストーリーってわけでもなかったんですよね。まあほとんどね、まあ時間とともに、こういう勉強というかこういう予習をしていくっていう風な流れっていうのが、まあこれはいつものように流れてたんで、まあそれが別にね、そういう展開でも僕は全然楽しめる漫画なんで、そういったところのね、どういう勉強をするかなっていうのも楽しみでも一つではあったんですけども、今回に関してはね、まあやっぱりヒロインのね、メインヒロイン、そしてね読者に一番近いキャラクターでもある、まあこのね塾講師の女の先生がですね、まあこの人がね、やっぱりいろんな経験などっていうところから、まあもちろんね、まあ塾生に一番ね寄り添ってるキャラクターっていうところ、やっぱり一番好印象を持ってるキャラクターやけど、まだ拙い部分がかなりあるっていうところも、まあそこら辺のね、成長っていうところの変化っていうところが、やっぱりねこういう現場を経験していくと、そしてこういう主人公とかといろいろ関わっていくと、まあ本当塾講師としての成長っていうところは僕自身はね、なんか結構はっきり見えた部分は面白いかなと思えたんですよね。一番ちょっと読者にね近いキャラクターがやっぱりはっきりとした成長を見せられるっていうのは、なんかそういったところは僕自身はね、一つの楽しみとしても十二分に発揮してたかなと思いましたし、まあ主人公の言動とかの面白さっていうのが一番のメインになってた部分は多かったんですけど、こういうね、まあ凡人とも言わないですが、やっぱり普通の塾講師っていう人たちでもまだまだね、変化見られる部分は多いんだよっていうところのね、まあ、バリエーションの多さは、まあまだまだね多く見られる部分はあるんじゃないかなっていうね期待を膨らませる参加かなというふうに思いましたかね。続きましてはこちらでございます。ここは今から倫理ですの全2巻でございます。こちら点数の方がですね、まあ57点ですかね。これもねめちゃくちゃ押されてた割にはっていう感覚がすごく僕の中で強くてね、まあ作品の内容的なところで言うと、まあタイトルにもあってる倫理っていう授業のまあ教師が主人公になってまして、まあ倫理って授業もねどういったものなのかって僕もねまあはっきりどうとかとは言えないんですけど、まあ哲学者とかあるいはいろいろ名言を残した、まあ役職も結構関わってくるかなと思うんですけども、そういう授業の名言にとってその人たちがなんでこういうふうなまあ言い回しっていうかそういうふうな発言をしたのかっていうところをどんどんね、掘り下げていくっていうのがまあ倫理って授業なのかなって僕の感覚ではそういうふうな感じにはなったんですけども、この漫画で本当2巻まで通してまあほとんどパターン化されてるんですよね。まあ主人公と生徒のマンツーマンって形で、しかもほとんどが倫理っていう授業を選択として受けた生徒たちのね、1対1の、そういったところがメインになって、まあほぼほぼ1話完結で、どんどんストーリーが進んでいくっていう流れにはなってるんですが、まあこのね設定っていうところがね、やっぱりねほぼほぼマンツーマンの中で、本当なんか問題のある生徒じゃないと成立しないんじゃないのっていうのが、そういう感覚がめっちゃ強いですよね。本当1巻から2巻までそういうやつらばっかりなって、こんな生徒が毎回倫理の授業を受けてるんかっていうか、
なんで逆に倫理の授業を受けるんかなこいつらっていうのが、逆にねめっちゃ疑問に思うところもね結構あるんですよね。言ってもねそんなぶっ飛んでるキャラクターでもないのよね主人公もね。まあ本当そういったところの授業っていうか知識というか、倫理という教育者としてはまあちょっとね、ちゃんとしっかりとした知識を蓄えてるけど、いかんせん感性は普通なんでね、まあそこら辺もですね、なんか主人公の面白さが際立ってるってわけでもないから、やっぱりね、こういうちょっとねパターン化してると僕はもしかしたら飽きる可能性もあるんですが、チョコはちょっとね、3巻以降でもうまたもしかしたらパターン化してない可能性もあるんでね、そこもちょっとね、まあ楽しみに待ちたいかなというふうには思ってますね。そして最後の作品はですね、こちらでございます。アルスラン戦記全9巻でございます。こちら点数の方がですね、まあ96点ですね。まあ面白い。もうね、まあ4巻ぐらいはね僕はね以前読んだことあるんですが、まあその段階でも結構面白かったと思ってたんで、まあ9巻通してもねもう全然面白いですね。もう安定感は抜群ですね。もうどこもね中だるみはないですね今の段階でも。もうどっかがめちゃくちゃ面白くて、どっかがまあちょっとあまり面白くなかったなってストーリーは僕は今の段階でね全然ないですね。もう1巻からずっと面白いかなっていうのが、まあちょっとね、まあざっくりとした感想にはなるんですけども、内容の方を説明させていただくと、簡単にですね、主人公が王子ではあるんですけども、その王子がね、自国を敵の国に乗っ取られてしまって、そのね、自分の国をどうやって取り戻すかっていう奪還するっていう物語にはなってるんですよね。まあまあもちろん簡単に説明できる部分でもあるんですが、いやまあこの奪還っていうところにもいろいろからくりとかがあってね、そういったところの背景も本当面白いかなと思いましたし、いろいろね掘り下げられてるところ満載なんですよね。まあそのキャラクターだけから見てもそういったところも面白さもあるんですが、まあ奪還するにはどうしたらいいのかっていう下準備とかもね、いや慌てすぎずに、そして、もちろん自分たちのね、まあもちろん仲間ももっと増やしていかないといけないからっていうところの、まあ地味ながらもねそういったところの、まあ本当一歩一歩ずつ、まあ目的に向かって下向きに進んでいくっていうのもね、やっぱこのね本当一歩一歩っていうところ、この一歩っていうのはどんだけ大事なのかっていうのも、いやそういったところね、まあ策略っていうのもね、いやーなかなか圧倒される部分は多かったっすね。戦争系といえば戦争系にはなりますが、まあ荒川先生というか、まあ、原作はね、銀英での作者の田中先生なんでね、そこら辺のファンの方もね、まあちょっとねアルスラン戦記はね、まあ今回の中でも僕はズバ抜けてたと思うんですが、ちょっとね、まあ9巻ちょっと多いですが、僕自身ね読んでいただきたいかなというふうには思いますかね。はい、ということなんでね、まあ今回はね、まあ内容についての動画ということで100点満点の評価をね、させていただいたんですが、ちょっと全体通すとね、まあ90点以上がアルスラン戦記だけということで、ちょっと残念な作品多かったなって思ったんですよね。いやーちょっとねこれはねこういう時もあると思うし、僕自身は本当にやっぱりね率直に言いたいっていうのもあるんで、買うきっかけになっていただくのであれば、まあネガティブな感想もちょっとねそれがきっかけになるのはまあまあ僕自身はね、まあ、悪くないことかなというふうに思うんでね。でもやっぱネガティブに言いたいってわけではないですね。やっぱ率直にそういうふうに思ってしまったっていうのが僕の感性っていうか感覚なんで、やっぱ人に引っ張られすぎるとか人にあんまりね影響されないように、僕はね、まあ、ほんと個人の感想もね、今後ね、そういった形を重きに置いて評価ということをね、やっていこうかなというふうには思いますんでね。僕のね、熱意っていうところももちろんね、そういったところは面白い作品だと余計自分の熱意を伝えないといけないっていうスタンスも変えずにですね、まあもちろん正直な感想っていうのをメインに置きながら、まあ本当いろんな形でもちろん漫画紹介していこうかなと思いますし、どんな形でもいいからね、まあ見ている方に、いろんな作品をお届けできるようになれば、僕自身もねそういった形で、まあやっていければというふうには思っております。本日もご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローの方もどうぞよろしくお願いいたします。それでは、バーイ。